妻のジョゼッテとモーリスオーダーンは、フランス人数学者。植民地出身の白人ではごく少数派の藩、植民地主義者として、アルジェリア独立運動で独立側で、活動、1957年6月11日に、フランス軍によって拘束されてそのまま失踪した。ジェニジアのベジャで中流フランス軍兵士の息子として、生まれる。一時は、軍人の道に進もうとするも断念し、 アルジェ大学で数学を専攻。1953年に卒業するとルネド・ポッセルの元で助手をしながら論文執筆に取り組むのと愛前後してアルジェリア共産党に入党。1954年にアルジェリア戦争が勃発するとすでに非合法化されていたアルジェリア共産党のメンバーとしてアルジェリア民族解放戦線などと共に 独立側で活動するが、アルジェの戦いで、共産党幹部をかくまったことを、党員仲間が、フランス軍に自白し1957年6月11日に、自宅を吸収される。そのまま軍に拘束後、一切の消息を絶つ。なお、彼が執筆していた論文はほぼ完成状態で、死のポッセルによって、査読の機会を得た。残された妻のジョゼッテ王団は、 失踪間もなく、司法当局に夫の行方を調査するよう求め、8月には、ルモンドが横断の失踪を取り上げて、世間の知るところとなると同時に有志による調査委員会も立ち上がった。1958年になって、ピエール・ビガルナ家が横断が脱出、逃亡したとは考えられず、フランス軍将校の手によって殺されたと結論付けた調査報告を発表。 しかしシャルルド・ゴールによる第五共和制成立でアルジェリア戦争に従軍していた軍人への恩赦が出され真相究明の道が一旦断たれる。その後ジョゼッテは2007年に就任したニコラ・サルコジ大統領に夫の死の真相解明を求める書簡を送ったが返事はなかった。2009年1月2日には数学者となっていた長女のミシェル王ンが レジオンドヌール勲章の受賞対象になっていたことに、大使2007年の書簡の回答が得られていないとの理由から受賞を拒絶している。公認のフランソワ・オランド大統領は2012年にアルジャの横断記念碑を訪問しすぐに国防省に対し真相究明を指示、2014年に横断が脱出、逃亡していないことを公式に認め失踪に関する。 文書も現在保管中であると発表した。エマニュエル・マクロン大統領に代わると失踪に関する文書の公開を求める声が各方面から上がり、2018年1月12日に文書が公開されたものの殺害を示す明確な記録はなかった。そして同年9月13日にマクロンは1957年に横断が拷問中に死亡あるいは処刑されたと発表。 同日、パリに、ジョゼッテを訪ね、許しを請うと述べた。ありがとうございます。